ようこそデジラボへ。ここはデジタルワールドとかすかに交わる電脳空間の狭間よ。ここに来られたということは、あなたにはここに刻まれた運命にアクセスする資格があるということね。それなら選んでちょうだい。この二つの運命、どちらの枝葉をたぐるのか。あなたの前にあるのは、現実世界と電脳世界が交わることで起きるある物語の記録よ。時を同じくして起きたこの物語を、それに巻き込まれた二人の人間の視点を通してあなたは見ることができる。お互いに立場も違えば、物語の中で果たした役割も全く違う。この二人、どちらの視点でこの物語をたぐるのか、さ、選んでちょうだい。これで選択はなされたわ。あとは定められた運命が導くままに。お行きなさい。それじゃね、また物語の中で会いましょう。
この世の中にはヒーローが活躍する物語が溢れている。彼らは様々な事件に遭遇し、強大な敵に立ち向かっていく。仲間たちと力を合わせ、世界を危機から救い出す。いらっしゃいませ。だけどその物語には脇役が存在する。あるいは登場すらしない人々も。僕はある年齢を過ぎた頃から、自分がヒーローではないことに気がつき始めた。この世界にとって、僕は脇役に過ぎず、物語に登場することもない。でもいつかはヒーローになれる。その時を夢見ている。これは、そんな僕の物語。こっちの声は聞こえているか。よし。ひとせ、そっちはどうだ。およ、なんか画像データが乱れてんな。おい、リュウジ、俺の顔ちゃんと見えてる？こっちは問題ない。エリカ、お前はどうだ。見えてるよ、お兄ちゃん。そのこと、エデンから画像通信ラインにだけノイズが走っているみたい。デジタルウェーブの異常かな。音声通信は問題ないわ。なら仕事に支障はないな。うん。でも特殊な防護フレームのエリアとか頻度の高い階層では保証できないし、やっぱりやめた方がいいんじゃない。優しいね、お嬢は。新人君が心配なわけ？そういうんじゃないから。言ったはずだ。リスクは覚悟の上だと。仕事を始める。全員ターゲットは分かっているな。おいおい、もちろんバッチリ把握してますよ。標的の名は志賀陽次。どこのチームにも所属していないフリーのハッカーで、ここ数ヶ月アカウント狩りで相当な荒稼ぎしてる。だってな、クライアントはエデンを騒がすハッカーを許せない。奴らは志賀への制裁をお望みだ。見つけ次第ボッコボコにしてアカウントを破壊しろって意味だよ。同じアカウントで二度とエデンにログインできないようにさ。事実上楽園からの追放ってわけ。悪どいハッカーには俺たちフーディエが正義の鉄槌を下す。へへ、腕が鳴るね、こういう仕事は。私たちはあくまでサポートだよ。なあ、もう分かってるって。気分の問題だよ、気分の。まずはクーロンにいるハッカーから滋賀の情報を集める。
っとせ。はいよ、待ってました。ちゃ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 ーん、俺様特製マルウェア、ハチドリちゃん。聞いて驚け。このマルウェアは至近距離に近づくだけで対象のデジバイスを一時的にハッキングできるんだ。聞き込みで怪しいやつを見つけたら使ってみな。リアルでもこっちでも情報収集は俺の得意分野だぜ。お前がチームに入った暁には何でも教えて死んぜよ。もう一度言うな、これはテストだ。てめえの覚悟を俺たちに見せてみろ。おっほ、やる気は十分。お手並み拝見。お前のことを探っている奴がいるぜ。この伝言を聞いたら連絡をくれ。何か分かったか？上出来だ。そいつはシガとつながりがある。警戒されると厄介だぜ。どうする？すぐに奴の居所を知る必要があるな。エリカ、30秒ちょうだい。お前の仕込んだハチドリちゃんを経由して通信相手、つまりシガの位置情報を割り出してみます。通信記録から逆探知をかけて相手の端末情報を拾って。見つけたよ、そのエリアの最奥にいる。ご覧の通り。早いだろう。解析処理に関しちゃお嬢が一番さ。やつは近い。落ち合って追い詰めるぞ。俺も行こっか。いや、二人で十分だ。じゃあ俺とお嬢は高みの見物だな。頑張れよ。そこで待機してろ。すぐ行く。お兄ちゃんがいるからって油断しちゃダメだよ。別に心配してるわけじゃないけど。
気を抜かないこと。あとはお兄ちゃんの言うことはちゃんと聞きなよ。あとは私がこういうこと言ったってお兄ちゃんと千歳には言わないでね。なんか恥ずかしいから。お嬢、俺たちまだ通信切ってないけど。わざわざ言うなバカ。いるのも分かってたの。珍しいな、お嬢のこんなドジ。お前がチームに来たら面白くなりそうだ。期待してるぜ、未来の新人くん。そこで待ってろ。私は君のアカウントを買ったとおぼしき人物を知っている。その男の名は志賀陽次。アカウントを取り返したいのなら奴を当たってみるといい。なぜこんなことを君に伝えるか。話は簡単だ。私はエデンで起こる蛮行を許さない。私はエデンの守護者なのだよ。これは一種の人助けだ。信じる信じないは君の自由だね。本当にやるのか。ハッカー、犯罪者を捕まえるなんて俺には賛成できないよ。その K ってやつもハッカーなんだろ。もしお前に何かあったらなあ。お前がハッカーじゃないってことは誰よりも親友の俺が一番分かってる。それじゃあダメなのか。本気みたいだな。それなら止めないよ。でも俺にも協力させてくれよな。クーロンって知ってるだろ。ハッカーのたまり場になってるエデンの廃棄エリアさ。そこに闇マーケットって言われる場所があるってネットで見たことがあるんだ。闇マーケットではいろんなハッカーたちが集まって情報交換をしているらしい。そこに行けばそのシガってやつの情報が得られるかもしれない。どうだ、一緒に探ってみないか。そこのモブ顔、お前だよ。お前、お前しかいねえだろうが。モブ顔の自覚なしかよ。お前マーケットは初めてか。そんなとこだろうと思ったぜ。おのぼりさんって感じだもんな。聞きたいことがあるって。そうだな、買ってくれるんなら答えてやらないこともねえな。何を買うって。そりゃもちろんデジモンだよ。それ以外何があるって言うんだ。ここはデジタルモンスターを売買するマーケットだぜ。その売人である俺に物を尋ねるなら金を落としていくのが筋ってもんだろうが。そんなことも知らないで来たってことはお前新米だな。多いんだよなお前みたいなやつ。そういや最近
デジモンキャプチャーをばらまいているハッカーがいるって噂を聞いたな。どうせお前もそいつからわけもわからずキャプチャーをもらった口だろ。デジモンキャプチャーっていうのは、まあ簡単に言えばデジモンを手に入れるための便利なツールってところだ。デジモンプログラムを見つけたら、まずはスキャンで解析データを手に入れる。キャプチャーは無制限にこの機能が使用可能だ。だがこれだけじゃデジモンは使えねえ。その後手に入れた解析データをコンバートする必要がある。コンバートでデジモンプログラムを電脳空間に実体化させ、初めてデジモンを使うことができるようになるってわけだ。間違えるなよ。コンバートを実行する機能はデジモンキャプチャーにはついてねえ。その技術はハッカーが自分自身で編み出す必要がある。でけえチームはハッカーの暴走を抑制するためにこの技術が広がるのを制限してんのさ。ま、てめえでできなきゃどっかのハッカーチームにでも入って教えおこんだな。そこからかよ。まったく仕方ねえな。デジタルモンスター、通称デジモン、俺たちハッカーが扱うハッキングプログラムだ。誰が作ったんだか、何年か前からこいつらがエデンに現れるようになった。ハッカーはそいつらを捕まえてハッキングツールとして利用してるってわけだ。珍しいデジモンは高く売れるからこうして商売にもなるってわけさ。一世代前のハッカーはデジモンを使わず独自のツールでハッキングしていたらしいが、今時そんなめんどくさいことをするやつはただの物好きだけさ。さてこんだけ教えてやったんだ、当然何か買っていってくれるんだろ。で、いくら出せるんだ？お前、ふざけてんのか？それじゃ一体だって買えねえよ。それか？それは廃棄品だ。売り物じゃないぜ。長いこと買い手がつかなかった奴らでよ。容量がもったいないから削除しちまうのさ。ま、新米にはお似合いかもな。あんなんでいいならさっきの値段で一匹くらい売ってやるぜ。そいつにするのか？さっさと決めな。そいつにするのか？さっさと決めな。そいつにするのか？んじゃ、デジモンキャプチャーを出しな。落としてやるからよ。ん？なんだ？なんでそんなことをお前に言われなきゃなんねんだよ。ここのやり方にケチつける気か？あん？素人が。ちょっと優しくしてやったら調子に乗りやがって。なんだお前、よく見たらデジモンキャプチャー持ってねえじゃねえか。冷やかしかよ。これじゃ一文の得にもなりゃしねえ。余裕しゃくしゃくか、こら。ずいぶん舐めた真似してくれるじゃねえか。あん？頭にきたぜ。ちょっと痛い目見てもらおうか。デジモンも持たずにこんなところまで来た。自分の浅はかさを恨みな。何の騒ぎだ？見ればこいつどう見ても仇のガキじゃないか。東城相手にデジモンで喧嘩か？そいつはどうも大人げねえな。口を挟むんじゃねえ。こいつが廃棄品の扱いにイチャモンつけやがったんだ。廃棄品？面白え。ここは俺が仕切らせてもらうぜ。はあ？お前いきなり出てきて何言ってやがる。
デジモンキャプチャーだ。やるよ。それがなきゃ始まらねえから。ハッカー同士の喧嘩ってやつは。何をビビってやがる。俺たちハッカーが揉めたら、解決する方法は一つ。デジモンを使ったバトル。ここで、ハッカーの縄張りであるこの空論で、誰かに喧嘩を吹っかけるってのはそういうことだ。このやり方が不満なら出ていく。どうせ何も知らずに紛れ込んだんだろう。逃げても攻めはしねえよ。こいつにも手出しはさせない。だが逃げるなら、デジモンのことは諦めるんだな。どうする？お前が決めろ。片桐にしちゃいい度胸だ。お前と戦いたいとよ。スキャンもコンバートもしてないプログラムに懐かれるなんて妙なこともあるもんだ。だがこれで手間が省けた。あとは、おい、あんた調停役じゃないのかよ。数を合わせないと不公平ってもんだ。これで条件は互角だ。始めようぜ。ハック開始だ。勝負はついたな。ハッカーならバトルの勝敗に従え、勝った方の主張を通す。いいな。余計なことしやがって。何なんだよお前。どこのチームのハッカーだ。おい、やめろ。そいつは三島隆二だ。三島って、いや、あの、すまない隆二。こいつあんたの顔を知らなかったんだ。俺たちマーケットはザクソンやあんたたちと敵対する気はない。構わねえよ。俺は水郷で手を貸しただけだ。この件はこれでしまいだ。いいな。ああ。お前もだ。今回は手を貸してやったが、よその縄張りを荒らしてしのぎの邪魔をするんじゃねえ。どんなもんであれ、しのぎはしのぎだ。クーロンはこういう奴らの存在で成り立っている。それを手前勝手な正義感で荒らすのは野暮ってもんだ。わかりゃいい。騒がせて悪かったな。お前も来い。いいのか？逃がしちまった。そいつはお前に懐いちまったみてえだな。使ってやれよ。これも何かの縁ってやつだ。で、デジモンも持たずにあんなところで何をしていた？なるほどな。それでお前はてめえのアカウントを買ったハッカー志賀陽次を追ってあんなところに来ていたわけか。
大層ご立派だと言いたいところだが無謀だな。エデンは世界でも最先端の技術力で作られた仮想空間だ。つまり志賀陽次は凄腕のハッカー。お前が追っている相手はトップクラスの技術者すら欺く国際レベルのサイバーテロの犯罪者ってことだ。片木のガキが一人でどうこうできる相手じゃねえ。諦めるんだな。普通の生活に戻れ。だが悪くない。実はな、志賀陽次は俺の獲物でもあるんだ。俺は便利屋だ。ある筋から奴の調査を依頼されている。エデンのハッカーは志賀のようなクズばかりじゃねえってことさ。俺たちも俺たちの依頼人もな。お前俺と一緒に来るか。うちに入れてやってもいい。もちろん実力は見せてもらうが、だがよく考えろ。俺と組むということはお前自身もハッカーになるということだ。てめえの面に唾を吐いた奴らと同じものにてめえもならなきゃいけねえ。偉そうに言っちゃいるが、ハッカーってのは集まるところ同じ穴のムジナだからな。もしそこまでの覚悟があるならてめえのメンツを潰された借りをてめえで返したいと思うなら、俺たちがハッカーチームフーディエが力を貸してやる。どうする？よく言った。情報収集はまずまずだな。だが肝心なのはここからだ。行くぞ。志賀はこの奥だ。俺がちゃんと可愛がってやるからね。あいつだ。あれが志賀陽次だ。おい、そこのあんたらちょうどいいぜ。こいつらをキャプチャーするの協力してくれや。見ろや、この辺じゃ見かけないプログラムだ。きっとレアなやつだぜ。うまくいったら一匹やるからさ。だとよ。好きにしろ。これはお前の試験だ。ありがとう。おい、何逃がしてんだよ。ちくしょう、ようやく追い詰めたのに。待ってくれ。おい、邪魔すんなよ。忙しいところ悪いな。だが
俺たちはお前に用がある。なんだお前ら。フーディーだ。便利屋か。まさかザクソンが俺を。察しがいいな。ユーゴからのことづてだ。エデンの秩序を乱した罪、しばらく現世で悔いてこいとさ。ザクソンの犬は引っ込んでな。上出来だ。頼む、アカウント破壊だけは勘弁してくれ。安心しな。うちの新人がお前に用があるんだとよ。アカウントをお釈迦にするのはその後。何のことだよ。お前なんか知らねえよ。とぼけるとアカウント破壊だけじゃ済まさねえぞ。本当に知らねえんだよ。自分が買ったアカウントぐらい覚えたら。なんならほらデジバイス見てみりゃいいだろ。確かにここにはお前のアカウントはなさそうだな。俺嘘は言ってないだろ。だからさ、見逃してくれよ。頼むからさあ。待て。残念だった。ここまで来れば安全だな。エリカ、千歳、聞こえるか。くそ、さっきよりデジタルウェーブが乱れている。さあな、あんなのは俺も初めて見た。デジモンとも何かのマルウェアとも違うようだったが、どうも最近のクーロンは、いや、エデン全体が騒がしい。面倒なことが起きてなきゃいいがな。たかだか最初の手がかりが外れたくらいでしょげてんじゃねえよ。奴が外れならまた次の手がかりを探すまでだ。それとももう諦めるか。それもいい。これからはさっきみたいな危険が毎日のようにつきまとう。続けるもやめるもお前次第だ。ならいつまでもしけた面をするのはやめるんだな。少なくともこれからお前は一人じゃねえ。試験は合格だ。ギリギリ9大点ってところだがな。お前はこれから俺たちフーディエのメンバーだ。店に戻るぞ。あいつらが待ってる。
エリカの部屋で待っていろ。千歳を呼んでくる。Thank you.